皆さんこんにちは。アップルアップルお届けするのは飯沼秀樹と真一です。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。楽しみに待っていてくださった方もいるんじゃないかなと思う、今回の真一さん、ありがとうございます。復活ゲスト、復活というか、コラ一緒に始めていこうと思います。ありがとうございます。何から話しましょうか。天気のことからでしょうかね。天気のことからですかね。今日は暖かいそうで、はい、日中とっても暖かくなるとのこと で、お洗濯物が関東はねよく乾くんじゃないかとのことでした。もう干しましたか。昨日の夜洗濯機だけ回して、はい、で朝乾燥機に入れて。なるほど。私は今絶賛洗濯機が回り中ですので。回り中ですか。はい、後で干したいと思います。ね、やっぱ洗濯はやっぱりね大事ですよ。大洗濯、料理、旅かな、はい、だからテーマ的には。そうですね、まあ生活と、そうです、生活全般的に、うん、はい、いろいろありますよね。そうですね。どうです最近何か話したい。かぶりまくりごめんなさい。どうぞ。いや、今年入ってからお仕事をその通用になったので、通勤という形でですね、はい、生活スタイルを見直さなくちゃいけなくなりまして、はい、だからこう専業主婦、まあ、時間的に、まあ、お家にずっといる時は、はい、専業主婦でもなかったんですけど、ずっとお家にいるスタンスだったら、まあ、いつでもお洗濯もできるしお掃除もできたわけですよね、うんうんうん、でも外に出ることが多くなると、その時間配分が難しいなって思ってるのが今日この頃ですね。ね、飯沼さんはどうですか。いや、そうですね、本当に一日があっという間に終わっちゃいますね、うん、その通勤時間が、うん、1時間、うん、2時間かかると、うん、その分今までできていたことができなくなって、いつの間にか夜って感じですね。そうですよね、うん、やっぱりこう外に出るというだけで疲労もありますしね。ありますね。まあでも疲労もあるけれど、はい、なんかこう通勤していると意外と体力ついたんだなっていうのが分かって、はい、うん、なんか金曜日に僕ちょっと筋トレみたいなのをやってて、はい、でその先生のとこでやるんですけど、なんかやってもあれ前までの疲れとちょっと違うなみたいな思ってました。でもそうかもしれません、まあ、私は自転車通勤なので。自転車ですか。そうなんです、脚力がちょっとつくんじゃないかと。帰国してから自転車買えないでずっといて、なんか歩く方が体力なんか浪費するっていうか、なんか体にいいからって言ってたんですけど、自転車ついにとうとう買ってもらいました。電動自転車ですか。まさかまさか電動はついてないです、うん、もう自力です。自力ですか。まあ、はい、平らなところであればね、そんなに電動で。そうなんですよね、うん、上り坂でもないし、その子供さんをね乗せて漕ぐとかでもないので、うんうん、もう自分だけなので、うんうん、もう電動はいらないかな。色は何色ですか。ダークブラウンですね。グレーシュブラウンというか、濃いめのグレーに近い茶色で、うん、です、はい。それ近くのサイクルベースホニャララとか、なんかなんとかスポットとか、そういうところで買われたんですか。そうです、なんか朝日サイクルさんから。朝日サイクル。自転車屋さんもいろいろ見てみた回ったんですけど、はい、なかなかね、これがいいなっていうのとお値段とのバランスって難しいですね。そうかもしれない。で、いろいろ回って、うん、やっとこの一台に決めたという感じでした。ね、物の買い方、選び方、まあ、選ぶ段階が面白い時もあれば、時間がなくなってくると、選ぶ時間ももったいなくて、これに決めちゃおうみたいなのになってくるんですけど。確かに。うん、ありますよね。私、10年ぐらい、前ですか、最後に自転車を買ったのが10年以上前だったので、
10年ぐらい前だったので、だいたいこのぐらいの値段だなと思って、予算を立てていたら、まあ全然そんな値段じゃ買えない。高いですよね、今。本当に何もかもが高くなってて。そうなんですよ。うん、そうそうそう。前ね、1万円9800円とかなんかスーパーがあった、ありましたよね。ありました、スーパーに。でもなくて、あ、まあ部品と値段も上がってるんだなと思ったんですけど、こんなになんかちょっと高級品じゃんとか思って大事に乗らなくちゃって思いましたね。はい、そうですね、そうですね、はい、最近はいかがですか？どんな感じで？いかがですか？はい。いや、イベントの方も。イベント、ああ、そうですね。オープンスタジオと、はい。ちょっとまあ展覧会が、まあ、3月に迫ってるのがあって、はい、うん、その準備ですね。うん、うん。どうですか？準備ですね、僕は。まやちさんはどうですか？そうだった、私も2月にイベントがあるんでした。ああ、そうですよね。僕あのよくし、あの聞いてませんけど、11月かやられて、はいはい、でその、 あのカフェでの DJ イベント、はい、90年代のディスコイベントをやられて、そうです、それの中2回目をと言っていただいたので、はい、2月の18日に2回目をやります。2月の18日、はい、皆さん覚えておいてください。四ツ谷ですので。四ツ谷です。 お昼ですよね。お昼です、はい、料金は2000円でしたっけ？2000円です。ありがとうございます。2000円です、はい、実質1500円なんですけど、500円分もドリンク代になってますので、ね、そうかそうか、はい、ぜひぜひいらしてください。ぜひぜひ。ありがとうございます。自分でやるイベントをはい、他の人が言ってくれると嬉しいもんですね。嬉しいというかね、うん、あの、何かちょっと手前にならない感じがして、うん、はい、うん、そうですね、なんかこうグイグイ言わなきゃいけないのは、ね、ちょっと、ね、辛いですけど、うんうん、はい、ね、言っていただけると嬉しいです。そうですね、そういうもんなんだなって今ちょっと改めて思いました。ありがとうございます。最近配信からもちょっと遠ざかってるので、はいはい、宣伝する場所が全くなくて、うんうん、みんななんか他の方任せになっちゃってるんですけど、うん、もうなんか当日機材持ってってやるだけみたいな気持ちで今はちょっといさせていただいてるんですけど、なんかそのイベントの告知っていや、はい、本当難しいなと思って、この間、まあ、今、お台場にいるんですけど、お台場のゆりかもめに乗っていたら、そのゆりかもめの、こう、釣り川広告みたいなところに、あ、なんかメタバースサミットみたいなのがあって、あ、今週末なんだ、もう終わっちゃったんですけど、はい、そういう情報とかも全然ネット上で流れてないのに、こう、釣り川とかそういうところで見るとか、地区の町内会のこう掲示板のところに、あ、なんか献血ありますよとか、そういうの見るとか、あるけど、はい、なんか使われてるそういうピアとか、なんかコクチーズプロとかそういうのとかご存知、なんか使ってます？そういう、いや全くですね、なんかこう昔はそういう専門の方にお願いしたり、その、はい、依頼したり、ね、しないと告知ってできないものでしたけど、今は個人で発信できてしまうので、その、まあ、個人でできる範囲って結局届く範囲も小さいんですけど、うん、でも、なんかその大きい広告とかあまり意識しなくなっちゃいましたよね。大きい広告って言うと？なんかこう、雑誌をわざわざ見て、こういうイベントがあるんだってチェックしたりとか、あの、そのためのこう、何かこう、買うとかをしなくなりましたね。まあ、一番顕著な例はだから新聞を取らないという。いや、新聞取ってもね、僕も取ってはいるんですけど、うん、もうほぼ見ないと、もう朝寒い時になんかパジャマのまま行かれないから、なんか玄関先まで、うん、で着替えてから取りに行ってってやってますけど、見るところといったら文芸欄とか文化欄とかね。そうなんですよね、感じかな。広告が氾濫しすぎて読むとこないっていうのもあるのかもしれませんし、うん、今はもうインスタグラムもほとんど
人の、あの、投稿かなと思ったら広告だったりすることが多いじゃないですか。多いですね。ね。多いですね。はい。だからこう、こう、ついついこう、シュッシュッシュって見流しちゃう癖がついてしまって、そう、友達の、あの、告知っていうか、まあ、投稿も見てるんだけど見落としちゃってるみたいなところもありますよね。そっか。なんかいい案ないですかね、ほんと。ね。情報が多すぎるというか、なんというか。あ、そういう意味では、その、この広告とかこの情報はあなたに合うんじゃないのっていうあのアルゴリズムはどう思われます、うん、自分に合ってると思われます。あれ必ずなんか許可するかしないかって出るじゃないですか最近。だからその自分のアルゴリズムを反映させますか、ね、iPhone、iPod とかそういう。ああ、はいはいはい。いつも、いや、反映させるなっていうふうに思ってなんか、いや、俺の趣味をそんな AI に知られてたまるかみたいな。いいと思います。いや、マイナンバーでさえなんかちょっともう本当にね、マイナンバーカード、うん、いや、あとなんかその、最近の何ですか？あの、インボイス制度？はいはい。なんかいうのでも、なんか横浜の方の、そういうところに、電話して発行してもらったんですけど、うんうんうん、そう、インボイス番号っていうのね。え、うん、だけどちゃんと手続きできました。インボイス、あ、できましたね。あ、そうなんですか、はい、なんか都内の方で、ま、都内って結局人数が多いからだと思うんですけど、まだ未だに番号がもらえないって方もいらっしゃって。あ、本当ですか。はい、決算できないっていう方結構、あの記事を目にするので、あ、そうですか。どうなってるんだいと思ったんですけど、うん、最近そうですね、取引してる会社のギャラリーの人とか、はい、まあ、蔦屋書店とかその HP ギャラリーとかそういう人に、はい、番号、はい、取りましたみたいな。よかった。いや、よかったんです。本当です。送られてきましたよ、なんか封書で。あ、本当ですか、うん。まあ一回電話かかってきましたけどね、ここどういう意味ですか、ここチェックしていいですか、はい、お願いしますみたいなそういう人が多いからどんどん遅くなってるんだと思う。あ、かもしれないですね、うん、私はまだ、まあ、あの持ってないんですけど、専業じゃないので、はい、インボイスは申請してないんですけれども、うん、ちょっと迷いどころではありましたね。今はお仕事してしまってるので、うん、はい、あの独立はちょっと先送りになりましたけど、はい、美味しいお菓子どうですか。いやね、さあ仕事してる時にやっぱその血糖値が下がってきて、なんか、はい、とかちょっと小腹が空いた時に食べるのものって何、うんうん、なんかよくアーモンドとか、ね、ナッツとか言いますけど、僕チョコ好きだし。チョコはやっぱりそう、あの私チョコ大好きなんですけどね、うん、家にずっといる時はそんなにチョコ食べたいと思わなかったんですね、はい、だけど仕事をするようになったら、はい、チョコがやっぱり欲しいんですね。 あれって使ってる脳が違うの、脳の場所が違うからなのかなとか思ったんですけど。もう脳ですよ脳以外に何もないと思います。そうなんです。だから感覚で仕事してる時とその数字とかを見ながら仕事してる時って使ってる領域がきっと違って、うん、なんか覚醒するのでやっぱりチョコ欲しいって最近思いますね。それであのやっぱブルボンさんってすごいなと思って、はい、うんうんうん、なんかあのバランスクッキーと、はい、あのチョコのバランス絶妙だなと思ってるんですけど、どうですか。え、なんでご存知なんですか。私が最近あのルマンドを買ったことを。いやいや、あの 3,4 種類あるじゃないですか、その昔ながらの、あの白いカバーしてあるの。はい、はい、そう、そう最近、うん、そうルマンドのミニサイズが出たんですよね。あ、いますね、うん、はい、であの長いやつだと仕事しながらちょっと食べにくいんですよ。なるほど。もう2回か3回噛まないと、はい、そうなんです、こぼれちゃうでしょでもルマンドのミニサイズってコソコソって開けてパクってできるんですよ、ね、包装になってるしね。そうなんです。入れといてもね、いいし。そうなんです。で、なあのミルクチョコレート味となんかコーヒー味が入ってて、ちょっと
このルマンドミニサイズいいなって今コーヒー味あるんだ。オフィスのロッカーに入ってます。そうなんです。そういやなんかねそのスーパーでうちのスタジオの上にマルエツがあるんですけど、はい、マルエツでなんかあ安売りセールでヨーロッパドイツ製のなんかクッキーとか言って食べて、はい、安売り350円買おうと思ったらもうそういうのってもうひたすら食べちゃう、うん、わかりますよ、ね、袋になってわかります。個包装になってないとひたすら食べちゃう。でなんか味その後にアルフォートを買っでも一緒に買ったんです。アルフォートの美味しさに驚いて、はい、そうそうそうなんて繊細な味がするんだ見た目同じなんですけどね。同じなんですけどそうなんですよ、うん、そうでチョコレートの好みもあると思うんですけど、うん、そのチョコレートの繊細さをここちょっと舌の上で感じたい方はやっぱりアルフォートだと思うんですよいやそう今ね僕その名前を覚え出せなくてその今日この前はちょっと話そうと思って、まあ、リスナーさんにぜひ教えてほしいんですけどそのブルボンで、はいまあ、ちょっとアルフォートっぽい、味なんですけど、はい、こう見た目が、細長くて真ん中に溝を掘ってあってその溝にチョコを流し込んである2本1組になってるのがこう包装になってて全部で12本くらい入ってるのが、はい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 、あれすごい美味しい美味しいなありますね。あるでしょう。ありました。なんだっけな、すっごい思い出しにくい名前なんですよ、ね、そうあの周りのクッキーのところがちょっとくる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 ってなってるんですよね。ボコボコってわ、はい、かりますわかります。好きなやつもうあれぜひ皆さんため見つけたらぜひ今回試してみたい。もう一時すごいハマりましたね。本当ですか。はい、あれ好きでした。いやブルボンさん恐るべし。恐るべし。ベルマークもベルマークもついたりとかするし。ベルマークね集めてらっしゃるんですかベルマーク。いや集めてはいないですけど。ベルマークの協賛企業ってやっぱなんかこうあ信頼を受けるって感じじゃないですか。ああなるほど。そうですよね。あのコストを払ってまで、あの小学生に文房具を届けようという気持ちがあるわけですもんね。そうなんです。確かに確かに。そんな感じかな、うん、素晴らしいと思います。いやそうこう話してるうちに20分ですよ。もう20分経ちましたよ。あと残り5分か10分か、はい、やっぱ最近やっぱ思うのはその勉強しなきゃダメだなということは思いましたね。そうなんですよね、うん、勉強は時間かかりますよ、はい、新しいことを学ぼうと思ったらすごい時間かかるし、うん、集中も必要だから、うん、もう身につまされますあいやお仕事でエクセルとかワードとか使ってたんですよね。ずっと使ってたんですけども、それをこういざ仕事でまた使おうとなると、うん、知らない機能がいっぱいあったんですよ。そんなこともできるんですかみたいな。で一番驚愕したのが、うん、お恥ずかしい話なんですけど、あの PDF ってあるじゃないですか、はい、で あのアドビアクロバットとかで見れる、PDF って私の感覚では上書きができなくて、うん、だからこそ信頼されるというか、うん、で署名はできるけど改ざんがされないあの、ものとして PDF って使ってたんですね、うんうん、だからわざわざフォトショップで作って、うんとかあのイラストレーターで作ったのを PDF に固定して先方に送るとかの時に PDF 使ってたんですよ。そうするとこう改変されないで済むなと思って、うん、でも最近仕事し始めて気づいたんですが PDF も編集できるんですね。うん、まあとビデオ、うん、何でもかんでも編集できちゃって知らなかったって、うん、もうね勉強が足りないなと思いました。ね、その署名とか印鑑とか、うん、どこまでそのあれなのか、なんかあの最近言われたのはそのいいねマークとかで、はい、もうあこれも契約成立なんで、うんうん、法廷で争った時にあこれも署名してますよみたいなことがあるから、うんうん、そのメール一通メッセージ DM 一個で、うん、なんかその契約になるから。うんうん、大変だなと思っていざなんか
なんだその不法外な法外なこう契約内容を送られてきて、はい、あいいねみたいなのにしたら、それでもうあとすごい自分が不利な状況で仕事することになったとか。そうなんですか。いやそんなことないですけど、でも常に気をつけてますけど。確かに、うん、だからそういう時代だなと思って、うん、その書類で印鑑をしてサインしてっていうよりは、はい、もうネット上でその契約してったらそういうになるっていうか、うん、そうですよね、うん、ですから本当にこうダブルチェックトリプルチェックとか必要になってくるんだなと思いますね、うん、いやでうっかりMac ユーザーになってしまったので、ほうほうほう、Windows が使えなくて。ああ、それね。もうキーボードの配列も若干違うんですよね。あと日本語の変換の仕方とかも、はいはいはい、違って、もう、ああって言いながらやってます。大変だ、それは。早く慣れたい。まあ、でもそのね、数値っていうのはやっぱ分析、あの、もう決済の時間、ね、年末の人もそうですけど、うんうん、数値を見て、じゃあ次の、ここにお金使おうかとか、そういう決断をされていくと思うんで、経営の方々は。うん、ええー。なので、その、数値はね、データはね、嘘をつかないですから。そうですね。気をつけよう。でも、学ぶのは楽しいですね。楽しいですね。学ぶのは楽しい。うん、自分がなんかできてることが増えていくっていうのはやっぱすごい、あの、充実するし。そうです、そうです、うん。なんかスキルが上がったっていうのは日々感じてるんですが、うん、そのスピードがゆっくりすぎて周りの方が許してくださるかどうかが別問題かもしれないです。はい。大丈夫ですよ。大丈夫、大丈夫。なんて言ってる感じですけど。はい。いや、そんな感じでアップルワッフル。まあ、ゆっくりと続けていこうと思いますので、皆さん今日あんまり役に立った話があったか分かんないですけど、はい、皆さん一緒に頑張っていきましょう。はい、はい、頑張っていきましょう、はい、まだまだあの風邪も流行ってますし、ね、皆さん体調十分お気をつけになって元気にお過ごしいただければと思っております。ちょっと待って、体調を気をつけるコツってありますか。まあ、睡眠はもちろん一番大事でしょうけど、うんうん、うん、まあ、やっぱりその自分の体の変化というか、のシグナルをちゃんとこうキャッチすることですよね。シグナルね。うん、ちょっとこう頭痛がしてもほっといちゃうとか、うん、ちょっと寒って思っても、なんか一枚羽織らずにそのまま過ごしちゃうとか、うたた寝しちゃうとか、うん、そういうのってやっぱり油断かなと思いますので、うん、体がお知らせしてくれる体の調子、うん、には敏感になった方がいいかなと思います。うーん、うん、ちょっと今、ね、お腹がとかね、そういう体は教えてくれるじゃないですか。うん、うん、ちょっと肩が凝ってるなとか教えてくれるじゃないですか。そうですね、だからね、それをこう放置せず気をつけてあげたらなって思います。まあ、適度な運動と日光、うん、大事ですね。思いますね。大事です。日光ね、このスタジオがね、その、全然日光が当たんなくて、はい、やばいと思って、それお弁当を持ってきてて、で、はい、お弁当を持って、その浜辺に行って、こう、日光浴しながら食べるんですけど、1日、まあ、30分、1時間でもね、うん。素敵じゃないですか。セロトニン。優雅に聞こえるでしょ？でも全然、全然ですよ。全然なんですけど。あ、でもやっぱり太陽大事ですね。太陽大事ですね。うん、うん、大事ですね、うん。そんな感じですね。太陽浴びましょう、うん、みたいな。何言ってる。見ましょう。うん、どのポジショントークだって気をつけない。はい。そんな感じで。皆さんも応援してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お届けしたのは、アップルワッフルの飯沼秀樹と真由でした。今日も良い一日をお過ごしください。